2月15日日曜日バレンタインデーのあなたの成果はいかがでしたか。喜んだ人も残念だった人も日曜日は桃子クラブ。おはようございます。今私たちが手にしているイラストは奈良県の萩原和之さんの作品なんですよ。どうですか、似てますか。似てる似てる、うん、でもちょっとどういうところか大きくない。笑ってもうちょっとじゃ目を大きくない、もうちょっと目を大きくない。ゆうこちゃんの方かな。似てるでしょ。あ、私似てるじゃん。ねえ、似てない。ウルトラマンの家族してるよ。あぶちゃんのはあぶちゃんのはこれ4人で4人で眉毛でもとっても可愛い。可愛いね。もっと目が垂れたらそっくりやった。私のね、やっやった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 。輪郭こんなさ、いこつこんななとこだもん。でもすごいね、キャッキャして明るい感じがしていいよ。オーラ出てるよ。それではイラストを送ってくれた奈良県の萩原和之さんに桃子クラブ目覚ましビデオをプレゼントいたします。和之さん、ビデオのスイッチの用意してくださいね。桃子目覚ましビデオ、和之さん起きてください。和之さん起きて。和之さん起きなさい。和之起きなさい。何時だと思ってんの和之。こら和之起きろ。起きなさい。はい、目覚めましたか。奈良県の萩原和之さん、イラストどうもありがとうございました。これからも桃子クラブではどんどんお便りをお待ちしています。それでは、昨日2月14日に16歳のお誕生日を迎えました坂井のり子ちゃんのデビュー曲、男の子になりたいです。どうぞ。そして